ご視聴ありがとうございます。今回は、インテルがどのようにして、半導体メモリ事業から撤退し、CPU 事業に集中することを、決断したのか、をご案内します。インテルといえば、1971年に、世界初の CPU4004 を、開発し、1981年に、IBM パソコン5155に、インテルの CPU2888 が、採用されたことをきっかけに、半導体メモリの企業から CPU の企業へと変貌。パソコン CPU のガリバーとなり、その後、世界一の半導体企業として、君臨する。半導体メモリのライバルだった、日本の半導体企業は、その後衰退。インテル経営者の先見性と、迅速な判断が、インテルを世界一の半導体企業へと、導いた。こんなイメージかな？ところが、インテルの CPU が IBM パソコンに採用されたのは、1981年。そして、半導体メモリ事業から撤退し、CPU 事業に集中することを決断したのが、1985年なんだ。あれ、4年間もかかっている？迅速な経営判断でもない？そうなんだ。それでは、インテルが同様にして決断していったのかを、見てみよう。インテルは、半導体の大手フェアチャイルドセミコンダクターを、退職した、ロバート、ノイスとゴードン、ムーアが、半導体メモリでトップになることを、目指して創業した企業なんだ。3番目の社員として、後にインテルの3代目 CEO となるアンドルー、グローブが入社する。インテル創業者、ロバート、ノイス。フェアチャイルド社では、うまくいかなかったけど、半導体メモリは今後、成長するよ。インテルを必ず、半導体メモリでトップにしてみせる。1970年インテルは、世界初の DRAM1103 を、発表。ここから、半導体メモリのトップ企業の一つへと、急成長するんだ。おお。ところが、1970年代の末になると、新たなライバルが現れる。ライバル？そう、日本の半導体メーカーだよ。日本の電卓戦争で急成長した、日本の半導体メーカーは、高い生産性を武器に、高品質で安い半導体メモリを生産。世界市場を圧倒し始めたんだ。インテル創業者、ロバート、ノイス。日本メーカーの生産性と品質管理は凄すぎる。このままでは。そして、1981年に、IBM パソコン5155に、インテルの CPU は、1088が採用される。この時のことを後に、インテルの創業者の一人である、ゴードン・ムーアはこう回想しています。ノイズと私は、CPU には、あまり関心がなかった。パソコンがこんなに大きく成長するなんて、想像すらできなかったよ。この頃は、インテルの主力である半導体メモリで、いかに日本メーカーに対抗するかに関心を寄せていたんだ。1982年インテル経営会議。インテルの社長アンドルー、グローブ。メモリ事業は日本のメーカーに押されて利益を維持することが難しくなりつつあります。CPU 事業は利益率も高く今後成長が見込めるかもしれません。メモリ事業を縮小して、CPU 事業の投資を拡大させましょう。インテル CEO、ゴードン・ムーア。しかし、メモリ事業は、創業からの主力事業。縮小すれば、社員を解雇することにもなる。インテルの社長アンドルー、グローブ。ならば、稼働していない設備や社員を、徐々に、CPU 事業へ配置換えするならいいですか？インテル CEO、ゴードン、ムーア。やむ、やむえない。
こうして、社長のグローブの指揮のもと水面下で、CPU 事業への転換が、進められた。この当時、創業者である、ロバート・ノイスは、経営の第一線からは、身を引いていた。インテルの最高責任者である、CEO には、もう一人の創業者ゴードン・ムーアが、就任していた。三人目の社員であるアンドルー・グローブは、社長として現場の管理を、任されていた。創業者のノイスとムーアには、メモリ事業への思い入れが、強く、縮小の決断ができなかったんだ。そして、新しく生まれた CPU、パソコンの将来性には、不安を感じていた。一方のグローブは、ノイスとムーアより一世代若く、インテルが、将来生き残れることが、最も重要なことだと、考えていたんだ。そして、グローブと社員は、水面下で CPU 事業への転換の、準備を進めていったんだ。しかし、インテルの経営会議では、メモリ事業の撤退は決議されないままだった。1983年、1984年、インテルの社長アンドルー・グローブ。皆さん、メモリ事業は現役を続け、将来の見通しも望めません。しかし、CPU 事業は、増益を続けており、将来さらなる成長が、望まれます。我々、インテルは価格競争ではなく、付加価値を創造する企業であるべきです。我々には、CPU 事業で他社にない、ノウハウと人材があります。我々は、長い年月をかけて、CPU 事業拡大の、準備を進めてきました。今こそ、決断の時です。インテル CEO、ゴードン・ムーア。よくわかった。役員の皆さん、我々、インテルは、半導体メモリである DRAM で、成長した企業です。しかし、我々は決断しなければならない時が、来たようです。DRAM 企業から撤退し、CPU 企業に経営資源を集中させましょう。こうして、インテルは、DRAM 事業から撤退。1985年、32bit CPU-i386 を、発表。1989年には、CPU-i486 を、発表。1993年、インテル CPU の第5世代に、当たる、ペンティアムで、急成長するんだ。1985年が、インテルにとって、大きな分岐点となった時期だね。そして、この時の決断は、インテルの世代交代の時でもあったんだ。創業者の一人ゴードン、ムーアは、1987年に、インテルの最高責任者である CEO、社長だった、アンドルー、グローブに引き継いだんだ。そして、グローブが CEO だった1987年から98年に、インテルは多くのライバルから勝利し、インテル帝国を築くことになるんだ。後に、CEO アンドルー、グローブは、こう回想しています。インテルの経営者は、劇的で迅速な決定をしてきたように見えるが、それは事実ではない。一連の小さな意思決定の連続から、最後に劇的な結果を迎えたのだ。そして、最後にこうも言っています。何かをやめることは、何かを始めることよりも困難である。インテル CEO、アンドルー、グローブ。